おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は9月の13日火曜日です。お題がこちら。日経に出た MacD 開催員の意味とはということで、久々に日経平均株価に出た MacD のゼロライン超えっていうサインが出たので、これにはどんな意味があるのかっていうのをですね、MacD よく使ってますからね、解説を入れさせてください。よろしくお願いいたします。また MacD を絡めました指数のテクニカル分析まで最後見ていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ということで、このチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、必ず 毎朝7時目標で更新をしていきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、早速昨日の振り返りから入れていきましょう。まずは日経平均株価ですけども、上昇続伸しているということです。28、500円を超えてきています。日経平均株価に影響力の高いファーストリテイリング、ソフトバンクグループ、東京エレクトロンといった。僕は根傘三兄弟と呼んでますけども、これが揃って上昇日経平均よりトピックスの方がちょっと下落率が少ないことから、日経平均優位で進んでいるなってことがわかると思います。また調子。 がマザーズですね1.7%しししっかりとしたたをつけました最後のの指数のテクニカル分析ぜひお付き合いいくださいアメリカ見ていきましょうこちらも3指数揃って続進ということになっておりますニューヨークダウン0.7%またナスタックが1.27%ということで、まあ、ハイテク株中心に上がってそうかなというところだけまずは掴んでおいてくださいそして今日は欧州株価もね非常に好調に動いているということでございます業種別見ますとアメリカの業種別すべて上がっていますよねまたニューヨークダウンのヒートマップ見る と上昇が目立っているのは Apple 3.8。5%後ほど冷やしちゃうとぜひご覧いただければと思います。また、ナスダックのヒートマップ見てみても結構やっぱ緑が目立ちますねやはりナスダック中心に上がっているということが想像がつきます。ただ、注意をしていただきたいのが、長期金利上昇一服なんていう風うにニュースこの後見ていくんですけどもまあ。 上がってるんですよね。そんなに下がったわけじゃないのでそこだけはちょっと注意をしてみていかなければいけないかなと思っています日経平均の CFD 先物ですが47円のプラスになってます為替ドル円142円80銭台ということですね原油もじわりとまた上がってきました87.97ですビックス指数も23.88ということで少し上昇しておりますただ小型株もソックス指数も上がっていますので、まあ、ここは相場は今のところは堅調に動きそうかなといった感じですまた暗号 に関しましまては高安、まちまちといった展開になっております。 では見ていきたいと思います。日本株に出た開催、MacD のゼロライン超えとはということで、MacD の解説になります。その前に、もうちょっとアメリカの株価の振り返りだけ入れさせてください。こちら日経新聞、アメリカ時間が始まったときの日経新聞です。ダウ4日続進で始まるハイテク株に買いというニュースですね。長期金利の上昇が一服とあるんですが、まあ、チャートを見ると下がったわけでもない、調整が入ったわけでもないので、まあ、ひとまずは買い直しの動きが強く、また CPI を控えていますので、ここは注意が必要だなというふうに思います。まあ中でも でもアップルが上昇しているということで冷やしチャートを確認してみるとこのような形ですなかなかいいチャートには見えますが下降トレンドライン一本引っ張っておりますまだ超えてません、えー、で、一目均衡表の基準線まだ若干超えてませんであとはマクディのゼロライン越えは起こっていません コースパンもまだ明確に超えてる感じはしませんもう一段上がるとアップルかなりいい状態になるんですがといった感じです cpi を超えてどうなるのかしっかりと見ていきましょうまた今夜 cpi の発表を控えておりますが全体の指数としまして前回と予想予想の方がちっちゃくなってますこれはポジティブな内容になることが予想はされているということですねまたコアに関しましては前回よりも予想の方が大きいですこれがどういうふうに影響してくるのかまた実際に結果がどういう結果が出るのかこの辺は明日の youtube で ししっっかりりりとと取り上げててていいいきたいと思ままますすすさ話話は変わりますが日経平均株価に話を移 m a c D のこの黄色い線が0を超えて上にポコッと出てきてくることが分かるかと思います。なので今日は m a c D の解説を入れさせてください。m a c D とはムービングアベレージコンバージェンスダイバージェンス。ムービングアベレージというのは移動平均線のことをコンバージェンスダイバージェンス簡単に言ってしまえば広がったり縮んだりということを指しているということだと思ってみてください。なんか聞き慣れない言葉だというに 思うかもしれないんですが、実は構造はめちゃくちゃシンプルな構造になっております。ただ少しややこしいのが、あの普段の使ってる移動平均線ではなく。 EMA という指数平滑移動平均線を使っています。で、設定の期間が12日間と26日間。冷やしだとこの2日間がフォーマットというふうになっていることが多いです。えー、マクリくですけども、EMA とは何かというと、まあ、平たく言ってしまえば直近を重視している先行性のある移動平均線だと思ってみてください。普段使っているのは SMA、シンプルムービングアベレージというものですが、これは全期間を均等に平均してますよ。 EMA は直近をなるべく重視してますよ。その結果、先行性のある動きをしますよ。そんな風に思っていただければと思います。そして MacD に関しましては、12日間の EMA、引く、 26日間の EMA、ただの引き算をしているだけです。短期の移動平均線と長期の移動平均線、どっちが上にある、下にあるってことを見ているだけなので、ゼロライン越えっていうのも本当にシンプルな見方なんですね。どういうことかというと、例えばマック D がゼロに今位置していますっていうことは、12日間の移動平均線と26日移動平均線がですね、全く同じ位置にあるということですよね。に対してゼロ以上ということは、短期の移動平均線の方が上にある状態だと引き算した時にプラスになります。一方 こう短期の移動平均線の方が下にあるときには引き算したときに0以下マイナスになっちゃいますよね。えー、なので、まあ、ここが0を超えてくるっていうことはシンプルにですよ。ただ、ゴールデンクロスが起こっているということだと思ってみてください。で、それが EMA、EMA の2本の移動平均線によるゴールデンクロスですから、やはり先行性があるよねと、良い兆候が見られるよね。まあ、そんなサインだと思っていただければいいかなというふうには思っております。それを証拠にですね、こちらは SMA、シンプル 移動平均線 シンプルムービングアベレージですね。で、出したところ5回同平均線と25日線でもまだゴールデンクロスは起こっていないんですね。でも MacD を見る限りは 12EMA と 26EMA のゴールデンクロスは起こっていますから、まあ、良い状態になりつつあるんだということを、まあ、他の指標でも出てますけどもね。えー、でもそれが MacD でも確認できたということは非常に一つの心強いということにはなっていきます。もちろんテクニカルですし先行性のある指標ですから騙しなどもありますので今後様 様々なテクニカルまたファンダメンタルズを絡めながらですね相場の方向性がどちらになるのかっていうのを確かめていく必要はあるんですが一つの心強い指標であるってことは是非是非押さえておいても損はないかなと思ってご紹介をさせていただきました。 ということで、今日の動画のまとめです。長期金利上昇一服。ごめんなさい。字が間違ってます。米株上昇も CPI 発表控えて様子見強いということになってます。その中で出た日経平均の開催マーク d のゼロライン越えとは一体何なんでしょうかっていう話を今日はさせていただきました。で、まず MacD はですね、日本の移動平均線の引き算だけをしている非常に非常にシンプルなテクニカル分析だということをぜひ押さえておいてください。で使っているのは直近重視の EMA ですということですね。0ライン超えは 短期期が長期の上に来ているつまり先行性の高いゴールデンクロス騙しはあるかもしれないけどもいい傾向であるということをぜひ押さえておいていただければなというふうに思っておりますぜひぜひこの MacD も活用していきましょうでは指数のテクニカル分析週足の一目均衡表プラス MacD を使いまして行っていきますでは指数のテクニカル分析を見ていきたいと思いますまずは日経平均株価です日経平均株価は基準線の上にいてで MacD が0ラインを超えていて地高スパンも超えているということですからこの2つのテ テクニカル分析を合わせるるととと非常ににいいい状態にいるということです今後はね、基準線をサポートとして機能するか、MacD0 ライン越えをキープできるかというところに注目をしていき、またこのゴールデンクロスが起こるかもね、非常に注目のポイントになるかなと思います。トピックス見ていきましょう。トピックスに関しましては、陰線をつけていることだけは残念なんですけども、基準線の上、MacD0 ライン越え、地高スパン越え、こういったところは揃ってますので、まあ、決して悪い状態ではない。多少調整が入るとはいえ基準線をキープでき るか注目をしていいただければと思いますそして、マザーズですね。マザーズも非常に調子がいいと思います。もともとマックディのゼロラインよりも上で推移していて、今、上向きになってきています。もしかしたらゴールデンクロスが起こるかもしれない。これもとてもいいことですよね。そして、直近、高値超えがだいぶ近づいてきたんではないでしょうか。これもですね、かなりマザーズが強い証拠かなというふうに思ってますので、ここも注目をしていきたいところかなと思います。ニューヨークダウンを見ていきましょう。ニューヨークダウンに関しましては、まだ遅行スパンを超えてません。基準線も超えてません。マック 向きにはなりままましたが、ま、だゼロラインは超えてませんとというところでですのでもう少ししっかりとしたサインを確認したいところですねただ雲を超えてきてますので雲の今後のサポート力に期待したいところです s p 500見ていきましょうこちらは基準線今日超えてますねでこれから地高スパン越えこれ開催になりますまたマック D のゴールデンクロスやゼロライン越えここも期待したいところかなと思いますナスダック見ていきますナスダックに関しましてはまだ基準線を超えていない地高スパンを超えていないマック D もゼロラインは超えていないということなのでもう少し上がってほしいなというところです ところではありますが、まあ、今後雲ののサポートを受けつつどう動いていてくのかまたこういったテクニカルはですね例えば CPI のネガティブショックみたいなものが来ると一気に崩れてしまうリスクもありますのでぜひですね明日 CPI は一緒に確認をしていきたいところですねそしてラッセルですラッセルに関しましては基準線ギリギリちょっと届かなかったかなっていうぐらいですねで地高スパンも本当ギリギリ、えー、超えるか超えないかというところまで来ていますマックディに関しましては上向きですがゴールデンクロスやゼロライン越えはまだ起こっていないので、えー、もう少ししっかりと予想を見ていきたいところです はいということで今日はですね MacD の0ライン超えの意味ということでひとまずこの MacD ていうのがとてもシンプルなテクニカル分析なんだっていうところを理解していただきたかったのと EMA っていうのもただ直近を重視してるんだと、まあ、その結果出たゴールデンクロスっていうのが0ライン超えの意味であり、まあ、それは先行性があって騙しはあるかもしれないけどもいい傾向なんだっていうところでね一つのいい まあ根拠として押さえといていただきまあ今後の確認のための一つのチェックポイントみたいな感じで捉えていただけるといいのかなと思います今後もですねいろんなサポート機能が機能していくかまた重要なテクニカル分析以外のファンダメンタルズを超えた時にきちっとそのサポートが機能しているかどうかを確認しながら見ていきたいというふうに思っております一緒に確認をしていきましょうでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄とことん分析するマガジン毎週金曜日更新で分析記事をアップしております最近記事はパワーハンドタイム 株単のでテーマ分析でこのパワー半導体一気に上がってきてますので、ぜひぜひご注目いただければというふうに思っております。また同じプラットフォーム内でメンバーシップを始めております。これは全く同じものを配信してるだけです。記事配信をしてるだけですから、名称は違いますが内容は一緒ですので、まあ、重複する意味はないかなと思います。月額900円になってますので、もしよろければどちらか選択をしていただければというふうに思っております。また本に関しましては、累計1.9万部となりました。できれば2万部いきたいなというふうに思っておりますが、頑張っております。えー、キャンペーンですね。 こちらは四季法発売に合わせまして書店購入キャンペーン特典もアップデートしていきますのでもしよろしければ詳細の方をご確認いただければというふうに思いますえ先ほどのノートの話と合わせましてすべて概要欄に URL まとめて貼っておりますのでぜひぜひチェックしてみてくださいということで今日はこんな感じで終わっていきます今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で更新をしていきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら